まあですね、ここまで来たら、原因はタイの頭を変えるしかないんじゃないですか。私は今日総理がしっかりけじめをつけるとおっしゃったら、ここまで言うつもりはなかったです。まあ、私の手で憲法改正を成し遂げたいと、総理の手で成し遂げることは、そろそろ総理自身の幕引きだということを申し上げて終わります。この際、大坂誠二君から関連質疑の申し出があります。黒岩君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今、意味のない質問だよって言ったんですよ。ご静粛に、ご静粛に。いや、私はこれ、今、発言しておりましたから、聞いておりません。だから私は今、発言をしておりましたから、聞こえておりません。止めようがないです。よろしいですか、大坂君。それでは、大坂誠二君。時計止めてよ。大坂誠二君。だから、何度も言いましたが、今回は今ちょうどこの文章を読んでおりましたので、あなた今の私聞いてません。聞こえております。私聞こえてもらえません。何やってんだよ。今ちょうど今まさに大坂誠二君の読み上げをしてたんですから。はい、戻りください。はい、ご静粛に、まずご静粛に席にお戻りください。大坂誠二君、後ほどでは理事会で必要とあれば整理しますが、理事会での整理を申し出してください。理事会での整理を申し上げてください。受け止めてよ。はい、お戻りください。いや、坂本さん出た方がいいよ。お戻りください。ダメだよ。横の判断の子なんですから。坂本さん出なきゃいけないよ。お戻りください。一度お戻りください。何やってんだよ。いや、そうではなくて、私は辻元君の質問が終わり、大坂君の質問だと申し上げている最中ですから、私には聞こえてない。じゃあ、一度お戻りください。ちょっと一度まずお戻りください、まずは。お戻りください。お戻りください。まずはお戻りください。今から申し上げます。今から申し上げますから、お戻りください。お戻りください。時計止めてよ。従ってください。お戻り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 ください。よろしいですか、皆さん。委員会においては、政府側も委員側もご静粛にお願い申し上げます。それでは、大坂誠二君。党内整理ちゃんとつけてよ。大坂誠二君、どうかご静粛にお願いいたします。今申し上げました。今申し上げました。政府が閣僚側も委員席もお静かにと申し上げました。どうぞお戻りください。大坂誠二君。いや、だから私聞いてないと申し上げてない。こちらは議事を進行してたんです。時計止めてよ。議長、時計止めてよ。議事の進行してたの中で、議長、時計止めてよ。大串理事の勝手な言い方で時間を止めるべきにいきません。議長、時計止めてよ。それはそれまでお話しください。筆頭官でお話しください。筆頭官でお話しください。じゃあ時計止めてよ。だからやるならそちらでやってください。私は今議事を可しなく進行しております。だからあなた方がそれを求めるならどうぞそちらを求めてください。私は議事を進行します。はい、大坂誠二君、
私は聞いておりませんと申し上げます。違います。そっちが今できるわけないでしょう。よろしいですか。まずご着席ください。じゃあもう一度整理しますから、ご着席ください。止めて、ご着席ください。止めて、ご着席ください。まずはご着席ください。で、私の方で確認申し上げます。よろしいですか。まずはご静粛に。よろしいですか。時計止めてよ。私の発言、まずお静かにしていただかないと話ができません。私の方から申し上げます。閣僚側も委員側も規則発言はお慎みください。以上です。では大阪誠二君、どうぞどうぞ。無理です。速記録が出来上がるまで時間かかります。後ほど、いや申し訳ない、理事じゃない方は来ないでください。理事を通してください。無理です。この間確認しました。この間先般聞きましたが、速記録を確認するために相当な時間かかります。自分で言ってください。いや、私は聞こえませんでしたが、私の指示が聞こえました。だから速記録が出るまで待っていたら相当時間かかります。速記録が出るまで時間かかります。だから速記録が出た段階で理事会で協議すればいいじゃないですか。質問を続けてください。だから速記録が出てきてから理事会で協議すればいい話です。速記録がいつ出てくるか分かりません。私は確認してませんと申し上げてます。なるほど。いやだけどこの間の感じだと少なく1時間以上かかるんですね。だから時間かかりますから、まず戻ってください。理事会で協議するというのは分かりますから、速記録が出るから。はい、どうぞお戻りください。お戻りください。予算委員会、いや私はあなた方も呼んでませんか。いや、あなた方も呼んでません。だから後ほどの理事会で協議するべきにあなた方も呼んでません。どうぞお戻りください。だから抗議は受け入れました。後ほど理事会で協議しましょう。だから後ほど理事会で協議しましょう。今は委員会の最中です。まして委員会の最中で他党の時間にも問題がありますから、事務的なことまで今議事録が出てくるまで待つんですか。正確なことが事務方に言えるかどうか今分かりませんでしょ。ダメです。いいですか。それは皆さん今ちゃんと決まった時間の中で質疑しているんですから。だからその今事実関係の整理は速記録が出てこない限りできません。よろしいですか。繰り返しになりますが、事実関係の整理は速記録が出るくらいまでできません。ですから後ほどの理事会で協議すべきであって、今委員会は続けてください。委員会は続けてください。委員会続けてください。他党にも迷惑にかかりますよ、これは。だから私は確認してないと申し上げてる。だから速記録が出るまで委員会を止めるなんていうのは、これはありえないことです。だから速記録が出るまで理事会を止める、委員会を止めるなんてありえないことです。ましてや あそこら、まずあちらから規則発言で、速記録に規則発言乗らないとかいう、そういう規則が出てますよ。いいですか。問題は一国の総理が質問終わった人に対して意味のない質問だと言ったわけですよ。そうなんだ。ちょっと静かさ。これね、一回で総理と次の大臣がやり取りするときに、渡辺さん、その時ならわかる。だけど反論で言ったらダメでしょ。ちょっとまず静かにさせてください。
いいですか、その部分は確認してませんから、理事会、あの即興が出た段階で理事会で協議してください。だから私が即帰してるわけじゃありません。一生懸命やってらっしゃいます、即帰の方は。即帰の方は皆さん一生懸命やってますから。はい、じゃあ、お戻りください。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 なんで与党の理事も出てこないの、そこまでやる。お戻りください。おかしい。お戻りください。お戻りください。人来られますか。来られないって言いますから。これは無理に思いました。これはもうお戻りください。総理が発したことがこう多分発してるんですから、ことは。いやいや、ことは我野党側にはないんですよ、今回のことは。総理の一言から始まる。よろしいですか。あのちょっと拍手ぐらいいいじゃないですか。いや、いいんだけど聞こえないんですよ、総理は。あのね、あなた方が喋ってこちらの声聞こえないんですよ。渡辺さんの声聞こえなくなりますから。だからね、こちらには罪も落ち度もないんですよ。だからやり取りするんだったら、その質疑時間の中では、もし総理が何かを言って、辻元さんがそれに反応するならあり得る。だけど質問が終わった後になって背中から追い打ちをかけるようにやったから、それはひどいだろうって話から。だから、その部分をまず即記録で確認してから理事会で協議すると申し上げています。だから一回止めて、で、委員会は決まっていますから、委員会の時間通りやってください。この後も共産党さん、維新さんの時間があります。テレビ中継の問題もあります。他党の迷惑も考えてください。迷惑じゃないでしょ。だから今のは後ほど理事会で協議します。何度も申し上げております。理事会で協議をいたします。私が委員長の権限で理事会で協議すると言ってました。どうぞ。では、大阪誠二君。大阪誠二君。どうぞ。どうぞ、大阪誠二君。委員長、はい、驚きました。行政府の、まあ、閣僚席からですね、意味のない質問だって、こういうやじが飛ぶなんていうのはですね、前代未聞ですよ。これ、与党の皆さんも、国会そのものは馬鹿にされてるんですよ、これ。やるんだったらちゃんと質問時間の中で思うこと言えばいいじゃないですか。後ろ向いて今、質疑者が帰ろうとしている、追い打ちをかけるようにあんなこと言うなんてのは言語道断。私は、本当に安倍内閣、でたらめだと思いますよ。行政私物化まがいのことはいっぱい発生するし、そしてそのことを指摘すれば、公文書を廃棄するし、隠蔽するし、改ざんするし、捏造するし、国会で質問すればまともに答弁しない。ご飯論法だ。逃げて歩く。そして閣僚に至って本当に閣僚の資質があるのかどうか、わからない人がくだ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 答弁して、終わってるじゃないですか、こんなの。でたらめだ。私はそう思う。今日は時間がもう限られているので、このデタラメのすべては言い尽くすことはできませんけれども、その一端について少しお話をさせていただきたいと思います。それと、委員長の仕切り、相当に問題があると私は思う。そこも改めていただきたい。まず今の点については、五国理事会で理事の申し出があれば協議いたします。それは理事の皆さんにお任せしますので、はい、じゃあ私の話に入りたいと思います。